米でも結構使っていいますよねす、まあ、いわゆる普通のグローバル化じゃないと、完全にその統一された市場を作ろうとい,、まあ、ういう話になっている、でも、まあ、これね、経済の世界にいたら分かるんだけど、市場まあ、仮にグローバル市場ができたとしても、世界の最終政府って言いますかね、いませんから、なんかおかしなことが起こったときに誰もこれ、助けることができない、うん、まあ非常に不安定になるということ自体は、もう今やもう常識ですよね。うんそうですね それに今おっしゃった問題があってそ,のそうするともう国家って何なんだっていうね、うん、何のために存在するんだろうか国家っていうのは、まあ、国民の生命とか財産とか、まあ、その中には仕事を守るとかね、うん、そういうことを全部含むわけですよね,で,すねでもその国家の論理よりも、まあ、グローバルにその市場アクセスが開放されたようなあのそういう、ね、グローバル市場が優先しちゃうっていう,ふうな構造を作る,作るんだという,ふうな流れがこの15年間ぐらいですかね16年間ぐらい続いていてで、まあ、今ね WTO が、まあ あの150か国ぐらいあってそれだと統一ルール作れないんで FTA のような二国間でやりましょうとかあるいは TPP のような地域間でやりましょうってなってるんだけどそこでまあ結局理念はねそこで統合された市場を作るって理念は同じですよね,そうですねだからそこの問題があってグローバル化っていうのは国,国家主権が全部支配できないんだと及ばない領域ができるんだだから国家が古くなるんだっていうようなことで言われて日本で 妙にそれがその歓迎ムードなんですよね国家試験を超える動きがいっぱいできるんだって言ってるんですけど民主国家においては国家試験っていうのは何のことかと,いうと国民試験のことなんでうん、うん、国民試験が届かないところができるんだっていうことを喜んでるっていうのはほとんど 反民主主義者なんだから日本は何か戦後民主主義は大事ですとかですね素晴らしいんですとかあるいはその官僚が官主度でけしからん本当の民主主義だとか言って民主主義民主主義って言ってたのに本当は民主主義なんかそんなに重要じゃなかったんじゃないのかなっていうね、えー、でそれが一つあるんですね。 えー、WTO じゃうまくいかなくなったので、うん、FTA とか TPP とかっていう、うん、その議論とも関係するんですけども、うん、グローバルに国家の多様性とかをやめてしまって一つのルールにするといったところで世界政府がない上はそのルールは誰が作るかというと国家間の外交で作ると、うん、そうすると結局のところ強い方の 外交力の強い方のルールができちゃうということなんであり手に言えばみんなアメリカのルールになっていくということになっちゃうのでこれは何かその実はグローバルで国家が交代してるんじゃなくてアメリカが前面に出てきちゃってるっていう。 おそらくそこの問題もあるんでしょうけれども、ところが日本の場合はアメリカに前面に出てきてほしい人がいっぱいいるらしくて、ね、<laughs> これが問題でね、だからアメリカは別に国家試験捨てるつもり、毛頭ないわけですよ、日本は捨てる気満々みたいで、なんかもうすでにあのアメリカのルールを受け入れる、ね、アメリカの指導の中に入ってきゃいいじゃないかという中,中になっていて、でその本当に問題があるんですけどね。ただこれ 今、ね、しかし、ありとあらゆるところで実はその日本のルールを変えようという動きが起こっているんですよね、TPP なんての氷山の一角で、えば、ねまあ、今、民法の改正が、ね、起こっていて、まあ、日本は100年前に民法を作って、ずいぶん古いんですよ、それでその解釈の判例を積み重ねていって、で非常に複雑化していて、もうかなりのスペシャリストじゃないと民法にわからないと、そうすると、まあ、法律というのはどの国でも長い歴史を持っているから、その国の 法律に詳しくなるためには、相当な専門訓練が必要なんですよね。でも、そうするとですね、これまずいと。外国からですね、投資が入ってきたときに、日本のその契約の法律がですね、複雑すぎると、これ投資が呼び込めないとかですね。 でまたその日本はどういうわけか韓国とか中国を見ていて中国は99年ぐらいにもうね契約を作って韓国も今、急ピッチで改正してる日本をくれちゃいけないっていうんでま,あまだあの改正の議論はしているんですけれども一見すると普通法律を変えるっていうのはその国の国民にとって望ましいように変えるのが普通ですよね外国の投資家が投資しやすいように変えるってどういうことなのかなっていう <laughs> しかも中国を見習ってじゃあ、中国の特許法でも見習ったらって <laughs> いや全くその通りですよねななのででで結局そうすするとなんで日本がですね。 だって、まあ、もちろんですねその法律がルールいうのは日本人にとって望ましくないものもありますからそれは変えればいいんですけれどもどうしてその外からの、ね、圧力で変えなきゃいけないのかというのは本当にちょっと説明が簡単にできないこれ、ね、だから深刻なも問題でそのいや民法なんていうその国,国家の台本ですよね、うん、そこに関わるのもそういう軽薄な議論をするわけですよだけどその法学者たちは分かっているのかといや投資を呼び込みたいとかね。うん、だけど アジア通貨危機からリーマンショックに至るまで、うん、もう投資をガンガン呼び込むっていう方向をやって、うん、要はグローバルマネーがもっと、うんえー、国家の国境を越えて動くようにするっていうことが、うん、金融を不安定化させるんじゃないかということは、うん、もうほとんど少なくとも世界のアメリカやヨーロッパの経済学経済学者の間ですらですよ。うん すらつっつたあれだけどでも本当に経済学者の間ですらですね、うん、投資の自由化をどんどん資本移動の自由化をどんどん,ん、ね、進めると実は不安定化するんだ、えー、ということになってるんですよね、えー、だから例えばさっきの,そのノーベル経済学賞を取ったジョセフ・スティグリッツなんていうのは、うん、TPP にも関係しますけれども、うん。 今年の1月かな、うんえー、257人の国際,政治経済国際経済学者と連名で、うん、ガイトナ、えー、財務長官クリントン国務長官、うん、カー通商代表にお手紙を送ってるんですよ。これネットで英語ですけど公開されてるんですけど何のお手紙かっていうと。うん その投資の自由化をあんまり進めちゃったので、うん、リーマンショックっていうのがひどくなってるとだからこれをどう金融のグローバル化っていうのを規制していくかっていうことが今後の問題なのに、うん、アメリカは投資協定貿易協定を2国間で結んでいってはどん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 緩めてると、うん、だから投資を呼び込むとかのその発想自体がもう 間違いっていうのがリーマン・ショックの教訓だってだからやめてくれってアメリカにの政府に言ってるんですねでだから本当に妙なのはそのリーマン・ショックっていうのを目の前で見てない頃ならまあ100歩譲ってまあ勘違いしてましたでいいですよだけどリーマン・ショックでもうこれだけ失敗が明らかになってしかも EU でも同じことが起きてるわけですね。だからヨーロッパでは 地域統合、要は経済連携を最も進めたグローバル化そ、ね、そうそう、ヨーロッパレベルでグローバル化を最も進めたところがどうにもならなくなっているのをみんなでこう見ているわけですね、うんで。一方でアメリカはリーマンショックでぐちゃぐちゃになって、うん、でウォール街を占拠せよという運動が日本ではあんまり報じられていないんですけども、うん、結構激しくやっているわけですよ。えー、で1の金持ちががを搾取しやがってとということで、うんうん 大運動になってるわけです、ねえー、でそれも日本人を見ていて草の根の運動が起きているとかなんか言ってなんかジョン・レノンみたいな気分でこう見てるわけですよね、えー、でもその両方っていうのは何かっていうとまさにグローバル資本主義っていうのがもうとんでもないものだっていうことがもう証明をされていると。ところが日本はそれを見ていながら TPP はそのグローバル資本主義のお先棒を担ぐものなのにうん、うん それに賛成をしているっていうのは、うん、いやそれでいてその人たちが世界に目を向けるとか、外を向けとかだ、ね、お前が見ろと。<laughs> しかも日本に有利なルール作りがねしようって言ってるんだけど、一体どそもそもじゃ日本に有利なルールってなんだよっていう。それをまずちゃんと言ってほしいですよね。これがね厄介なんですよ。だからあの首相がそうなんですよね。うん、そのこ国益の観点から交渉に望むっていうんですけど。うん 偉そううに言うなと国益の観点から交渉、うん、にのぞってあなた首相だぜと、えー、当たり前でしょと思、えー、うのゃあ,、えー、あなたはその私は交通ルールを断固として守るとかなんか偉そうに言うかと <laughs> そうだか問題はその国益というものが何かということなわけですよ、うん、だけどその国益というのは立場によって違うわけですね、うん、その米農家にとっては米の関税を守ることが国益ですと、うん、ところが原理主義的な自由貿易論者、うん まあはっきり言って頭のおかしいやつらですけど彼らの定義する国益っていうのは米の関税がゼロだから立場とかイデオロギーとか自分の職業によって違うわけですねあの国益の定義が違うからそこでえ国益とは何かっていうことで議論をする言論の自由が必要になりでそこで利害を調整する民主主義が必要になり議会が必要になるということなんですけど。それをか 手に吹っ飛ばしてておいてですね,、うん、ですね国益の観点から国益の観点から当た,たり前のことを繰り返すも,もっと厄介なのはです、ね、さっきの外圧の話なんですよ、これね、うん、特に年配の人に多くて困るし TPP の議論でもそうなんですけど、うん、特にその評論家とか元官僚だったですね、うん、あの コメンテータータととかか学者かそうですねもうおお思い浮かびたくないんですが <laughs> あちょっと吐きそうな,んですうなん <laughs> そういうあの連中あるいは政治家ですね、えー、この人たちがテレビとかで平気で偉そうな顔で「日本は外圧がないと変えられないんだ」ってねこれね <laughs> よくそんなことをテレビとかで言って普通の国だったら袋叩だけですよね,すよねだって外圧がないと帰らないっていうのは民主主義を否定してるわけですよ、えー、しかも元官僚だったキャリアだったってことはまさに俺は官主導でやるみたいなしかも外圧を利用して民主主義を否定してるわけですよね、うんえー、だけど、なぜかそういう人たちがすごく人気があるんですねこれなんかねまたね悲しいんですけども経済産業省出身のやつに多いんですよ。 でね、あ,のある政治家の先生に一回僕言われちゃったことあって、うん、中野さんあの経済産業省出身の政治家とか学者とかにろく、うん、なやつがおらんじゃないかって言われたんで、うん、先生何をおっしゃいますかと、うん、経済産業省は人材の排出源です、うん、排出ってのは捨てる方の <laughs> 排出権取引の方の排出だっ言ったんですけどもだけど外圧を使わないと変えられないっていうのはその。うん そんなことをねそれこそ国際グローバル化したいんだったらじゃあグローバルの場で外国に行って言ってみろと、うん、我が国っていうのは外圧がないと変えられないんですなんて言った瞬間に、うん、世界中の人間からバカにされますすよよねねそれはそうで,すよ、ね、であとその今の、ね、話でちょっと視聴者の方も誤解しているかもしれなくて、うん、なんか改革派の官僚が経産省では少数派で、うん、多くは国益を考えている人が経産省の多数派であって。 中野武もいわばその主流派の人だと思われているような節があるんだけれどもどうも逆のようですね,そうですねそう逆じゃなかったら日本はもっと良くなっているはずですからね。本当にそうなんですよ<の>いや基本的に、ね、あのこれは経済産業省に限らないんですが官僚というのは構造改革に反対している勢力だと思われているんですけど、うんこれね、全然違うんですよです、ね、構造改革というのを邪魔するというのは。うん えー、いわゆる政治なんですよね、つまり、族議員なんそれはその私は別に構造改革を邪魔する族議員が悪いと言ってるんじゃなくて、正しいという意味で言ってるんですけれども、はい、要はこうなんですね。あの 市場原理で何でも動かすというのが構造改革の議論だと、うんうん、普通に考えると官僚の自己否定になりますよね。だって官僚というのは管轄する官庁ですから自由化するというのは自分の仕事を否定しちゃうみたいなうんですけど普通はそういう認識なんですけどところが、ね、本当に精神がねじれちゃっていて。うん つまり市場に任せて物事を動かすとでもそんなことじゃやっぱりうまくいかないわけですよ、うん、労働者とかも全部市場に任せて、うん、幼児労働でも OK とか、うん、労働時間の禁止もあの制限もしないとかなってると、えー、完全に人間崩壊しちゃうので、えー、労働組合が来ると、はい、農業も食料とかっていうのはその普通の製品と違うので全部市場に任せるとまずいと、うん、あるいは弱者も出てくると。うん、そういったものは 市場にに任任せせてて自由でではないの政治の力で止めるしかないそこで政治が出てきてそういう中で議員のも出てくるもちろん利権集団っていうことの側面はありますけどそれは当たり前でそれは市場に任せると生きていけなくなるから守ろうとするってことで当然そこに利権って言われるもの民主義だからしょうがないですよそうだとすると市場メカニズムを働かせたい人たちにとってそれを邪魔するものは まさに政治なんですね、うん、ところが官僚っていうのは大学でどかどか知りませんが経済学を学んじゃいますと、うん、そうすると市場に任せると一番いいんですと、うん、市場に任せないでうまくいかなくなるものが、うんうん それは政治の介入続銀と,とかがあるからうまくいかないんですと例えば、えー、財政は硬直化していますとつまり公安だったら公安ばっかりにずっと予算が行けますこれをう道路だったら道路ばっかりにずっと予算硬直化して<ー>これをもっと、えー、新しい産業を育てるような方向に持っていけばもっと経済がうまく効率的にいくのにってこう経済学者とか言うわけですよ。 あの道路とかが動かないのは当然、族議員がいてそこが決めてるとところがね、世間、それはどういう意味かっていうと、財政の予算が硬直的ってことは、政治の力が強いってことなんですあだところが世間では予算が硬直的なのは大蔵省、財務省が、うん 強いいかから動かなんんんだって思ってて思るんでで違うんですよ、うん、多くもし財務省が政治よりも強かったら動かせるのに、うん、政治ががっちり動かして<ー>で効率的な資源配分とかそういったことを財務省がやりたくてもやらないようにしてるのは政治の力でだから政治主導だと予算が硬直化するんですね。